降ってきた。エアコンが。よし、手休みしろ。雨降ってきた。6時からご飯作ろう。待ってください、またエアコンが。ああ。エアコンがね、また、ああ、よいしょ、あらららら、ちょっと待って、待って。もうこの暑いのに大変だ。さーって飼い主が一休みしようかな。ゴミを捨てて、今日ちょっとお洗濯しようかね。ちょっと雨降ってきた。ああ、ちょっとね。最近雨が多いね。くるみとか。くるみ買ってきたよ。あとね、栗とお芋。ご飯の時にね、ちょっとナッツ入れようね。ナッツ入れとかないとあるの食べ始めないと思ってね。6時になったら作ろうね。なんかくるみ、しよっか、6時までね。ちょっと雨降ってきた。うん、ちょっとね。なっちゃう。洗うやつ。今日洗濯しよう。な。今日ちょっと洗濯しようなちっちゃいのですか。どうやって食べるの？うん。ご飯の時ね。ご飯の時だな。ちょっと待っとき。ちっちゃい時からそう。うん、ちっちゃい時はどうした？まだここ。うん？明日うちにいるからね。帰るしようね。くるみある。あるよ。ちゃんと買ってきたよ。今日何食べよっか。今日何食べる？聞いてない。アルマ、アルマ。
ってる？聞いてる？アルマさん？聞こえないふり？どうでもいいことは本当に聞いてないよね、アルマね。ご飯何するの？ちょっと考えておいて。まだ欲しいだよ。うん、まだ欲しいです。そうです。6時になったらご飯作るから何食べるか考えておいて、ちゃんと。今日何食べる？聞こえてる？聞こえてるのか。何作ろうね。アルマもちょっと考えておいてくださいね。何食べるかね。何しようかな、今日。何作ろう？うん、何しようね。あるのは何食べたいかというところでしょうか。好きじゃないのね。何がよ。何が好きじゃないの。アルマは勝ちに行ったの。何よ。アルマが好きじゃないのはイチゴでしょ。お前ペットじゃん。6時まで引き休みさせておくれ、飼い主。飼い主も年だからさ。アルマは今日はゆっくりしてたらどうだね。タオルのけたろ。タオル？どこに？タオルのけようか？ここら作ったじゃなかった。マシこれをちょっと整理しないかな。ごちゃごちゃ。とりあえず飼い主はこれをこれになってるからこうやってこれでいいんだろうか。ここ作るのあるんだな。うん、これつくから。アルマさんは今日何食べるの。アルマというのを作ったら。ん？何作る？何食べるか。アルマが乗るのね。アルマが乗るやつはちゃんときれいにしておくよ。お出かけするときに乗るやつでしょ。ちっちゃいときからね。ちっちゃいときから。
知ってた？ちっちゃい時はね、すごくおとなしかったんだよ、アルマって。アルマ乗るやつか？乗るやつは綺麗にしてた。下げといたんだけどね、アルマのおもちゃね、なんかもう全部落っこってたよね、ちっちゃい時から。ちっちゃい時からよくかじる子だよ、うん、新しいおもちゃ買ってこなくちゃ。こんなおもちゃ作るんだよ。うん、作るんだろうな。なんかね、全部落っこってたよね、ちっちゃい時からね。うん、ちっちゃい時からね。力が強いからね。あれ、俺だけどさ、うん、そうだな、ちょっとおもちゃのパーツを買っとかないといかんな。ご飯買ってこなきゃな。ご飯は買ってきたよ。タオル持ってったよ。あばばばば、くそ。アルマの乗るやつはきれいにしてあるよ。お出かけできるようにね。ちっちゃい時からね。ちっちゃい時から乗ってるやつ。もうすぐ柔らかくなるね。何？タオルのけたろ。それは寒い時ね。タオルのけた、うん、寒い時はタオルのけていこうね。まだ5時だな。タオル乗っけた。もう寒い時はな、乗っけたな、いつもな。それ。まだです。あの歌、ちょちょちょら、ちょちょら。久しぶりに乗ったき？久しぶりに何？あれは乗るやつか？あれは乗るやつは綺麗にしとくよ、ね、ちゃんと。久しぶり。久しぶりにね、晴れたら日に当たりに行くんだけどね、ここんとこ雨だからね。タオル洗う？うん、今日はお洗濯するよ。ちっちゃい時から？ちっちゃい時どうしたんだ？アルマ乗るやつ？うん、乗るやつきれいにしとくよ。アルマのバスね、今度日に当たりに行く？一緒に行くからね。一緒に行きますよ。
帰りにお買い物に行って、うん、お買い物に。お買い物行くのね、帰りね。外を見てね。外見て。なんか買って帰るのね。一緒に行くからね。行く行く、ちゃんと行く。ちゃんと行きますよ、一緒に。なるの好きなのそれ。それナッツバケだろ。ちょっとの。いや、何を？落としちゃったの？またなんか殺したの？飼い主はちゃんと置いといたよ。タオルのがだけどの？飼い主はちゃんと置いといたよ。ちっちゃい時からね。エアコンが凍ったの。直す直す、大丈夫。ガタガタガタって起きちゃったね。うん、ガタガタって言ったな。エアコンが凍るんですよ、あなたの粉で。なんでよ、突然抱っこかよ。
んと。アレクサ、ニュース。なんで大きな声出すの？嫌いなくせに。ふわふわタオル持ってこようか。映んないとこにいるだろう。もうちょっと待っててください。黒人が作るから。作るからちゃんと。わーわーわー言ってんの。わーわー言わなくていい。わーわー言わなくていいよ。じゃあアロマの歌かけてやろうか。ちっちゃい時はつく。そしてアロマのペレット買ってきた。あるのご飯買ってきた。メロン買ってきてあげるからさ。あるの歌。ちょっちゃら。つっちゃら。大きな声出す。
何叩いてんの？おお。切れちゃったな、暗くなっちゃうね。あんな明るいやつだよ。買ってこなくちゃな。切れちゃったの。1個
切れちゃったね。切れちゃったな。買ってこなくちゃな。暗くなっちゃったな。切れちゃったから暗くなっちゃうね。うん。明るいの買ってこなきゃ。また忘れちゃったよ、帰りしか来るの、電球。切れちゃったね。切れちゃったのね、一個ね。買ってこなくちゃ。明るいやつ。切れちゃったな。うん、あ明るいの買ってこなきゃ、暗くなっちゃうね。買ってこないとね。切れちゃったな。直さなくちゃな。明るいの買ってこなきゃ、暗くなっちゃうね。ね、切れちゃったな。買い主また買ってくるの忘れたわ、電球。買ってこなくっちゃ。明るいの買ってこなきゃな。切れちゃったな。で、あんたはどこで喋ってんのよ、ちょっと。また映らないところにいるな、お前。起きれちゃった。じゃあ、ナッツをかけた。誰か作ろう。ちょっと遠いに行きたい。トイレ行くだけだから。ちょっと待って、誰か作ればいいかな。ちょっと待っててくれる。今日は何食べるの？ないでしょうね。なんかリンゴ買ってきてくれよ。うん、コシコシしてジュース作ってあげるよ。まだ早いです。まだ5時半です。何食べる？お野菜コシコシする？うん、リンゴコシコシしてジュースしようか。なんか買ってくれたからピーは。うん、ピーはもう。トイレ来て。ピーはもあるよ。ご飯買ってこなきゃ。ご飯買ってきてちゃんと。ピーマンですか？ピーマンもあります。青芋買ってきたから。うん、青芋も買ってきた。さつまいも。柔らかくしよう。プチプチと。プチプチも入れてあげるよ。でも茹でる。茹でる茹でる。あと栗もあるよ。栗買ってきた。パラパラパラせめ食べる。人参切り。今日茹でてあげよう。茹でるよ、いろいろ。茹でてあげるよ。柔らかくしてね。あとくるっと待って。あ、うちしたな。え、こっちして。どこに？こっちにして。こっちして、こいつ、こっちして。そこにいたの？そこに？あとはちょっと切るからさ。じゃあ、ちょっと待ってね。じゃあ、今さ、こっちおいでよ。お前はまたなんか映らないところで喋ってるのか、まず。あ、来た来た。ジュース。6時まで一休みさせてくれる？飼い主を。おい。ね。飼い主何しようか。買ってきた。飼い主のお芋食べようけどな。キャベツ入れたらよか。いいよ。ちょっと切ってあげる。クルミも少しあげるか、入れてあげようか。じゃあ入れてあげよう。トーン。トウモロコシはもうないな。切られてんの？ね、そのフって。そのフって何ですか？あれなの、チャック開いてんの？閉めとき。僕は閉めとき。もうそんなご飯作るから。6時になったら作るでしょ。あれは海苔は作れな。海苔はつけるにしといて。ちっちゃい時から。ちっちゃい時からあのバスに乗ってるんだよね、アルマはね。アルマが乗るやつ？うん、アルマのバス。お出かけするとき乗るやつね。アルマがね、ちっちゃい時からあれ、うん、ちっちゃい時から乗ってるね、あれでね。あ、こんなことすってたから。今度日に当たりに行くか、晴れたら。外を見てね。うん、外を見てね。帰りにお買い物に行ってくるから。うん、なんか買ってくる。何食べる？今日は赤食べた。お野菜も茹でて、あー、うん、お野菜もコシコシする。ピースタチオか。お前ピスタチオ好きだな。バーバー買ってくれる。バーバーはいろいろ買ってくれる。うん、本当に。余ったら飼い主も食べなって。明日ちょっと早めに行ってくるけど。
いや、明日お家にいるよ。ちっちゃい時からし。あ、お洗濯しよう。そうだ、今日はお洗濯しようね。明日お留守番しててね。明日お家にいるってばかりですよ。お留守番しててね。何、どっかに行ってほしいの。飼い主元気で留守がいいのか。ちっちゃい時からさ、話しれないよ。ちっちゃい時なんなん。なんかしたいの。あ、お味噌買ってくればよかったな。キャベツで味噌汁作るとうまいんだよ、ね、あれもそうなるときや。キャベツで味噌汁はありですか。ありですね。あ、どんなに作っといたっすかな。え、なんだっけ。まあ6時になったら作ろうね、いつもの通りね。もうちょっと柔らかくしてね。ああ、そうですか。昨日はカッ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 。大丈夫で、ちゃんと柔らかくするよ。飼い主アルマのものはちゃんと作ってるんでしょ。飼い主はだいぶいい加減なの。フルコーラス作ってくれないかね。ガタガタって言ったらな。飼い主は音楽できないのよね。うるさいね。うるさいですって。なんてこと言うの。わーって言ってるの。この子が水の中でしょ。これもと水の中だろ。これとかぼちゃなんだこれ。やったら何食べる。今日何食べるかな。クルミ入れてあげるよ。うん、クルミ買ってたよ。いい歌だね。アルマのお茶作ったのじゃん。全部怒ってたからさ。あれ、その朝したな、アルマのお茶な。なんか全部作ってたよね。明るいやつね。明るいやつちゃんと買ってきます。切れちゃったな。切れちゃったんだよ。明るいやつだからね。ちゃんと買ってこなくちゃね、明るいのね。暗くなっちゃったね。明るいやつね。明るいやつね。これまたお水だからね。その電球だったかな。あるここのやつのよ。アルマのやつは綺麗にしとくよ、ちゃんと。アルマのやつのメモ作れるかここにつけて。いやだって、なんか今すごいいっぱい言わなかったなんか。こんなことって大丈夫じゃん。アルマのバスは丈夫だよ。ここのだよ。何かじるって。あれ、またおもちゃ買ってきてあげるよ、新しいの。この間買ってきたやつ全部落っこってたからね。朝見たら全部落ちてたんだよ。ちっちゃい時からね。ちっちゃい時からもよくかじる。かじる。うん、なんかね、破壊魔だったよね。見たことがあるときはね。うん。あとおもちゃ買ってきた。いつも言われてるね。おもちゃを買って。
ムカのおもちゃだと瞬殺だからな。危ない危ない、作ろうか。いや、普通に作るよ。もうちょっと柔らかくしてね。どういうこと？いつも柔らかくしてるじゃないの。じゃあ、クリ買ってくるわ、先生。そんなことないよ、クリ買ってきたよ。ちゃんと入れてあげるよ、ちっちゃくして。食べやすいようにして。丸いお豆入れてあげよ。昨日食べたね、丸いお豆ね。あ、クリ買ってくるわ、先生。そんなことないよ、クリ買ってきたよ、今日は。ペレットかじる？ペレットいいね。ちっちゃい時からね、うん、見て角からも使えるね。まあ6時になったら作りましょう。もうちょっと柔らかくね、ちゃんと柔らかくしてから、もうちょっと柔らかくなるからね。そうね、頑張っ、柔らかくするものとね、お店がしてないから、見て見て、それで帰られよ。だから詳しい、ジュース作ったんだよ、バーバがリンゴ買ってくれたからね。トウモロコシもする。トウモロコシはもうそろそろ気をつけて。音だ、うんちも水だとからわかる。なんつったよ、キッチもさ、なんて言いました、気持ちみたいな顔した音。ちょっと見て、そこ乗っけるからさ。もうちょっと柔らかくして、見たことしたんじゃない。お芋買ってきたからさ、もう出せるとき、お芋茹でよう、ふかすか、もうちょっとやるからね、うん、ちゃんとやるからするよ、大丈夫。じゃあ作るから、ちゃんと作っていい感じだと。あるまあ、落ちとうけど落ちとう。どうしてそうやって飼い主のペットボトルを蹴り落とすの。何も気に入らないのね。うんちしないでね。こうやってお店と、こっち向いたよ、そこに置いとけ。お前ってほら、いつからそんな暴れん坊さんになったか。ちっちゃい時からさ、ちっちゃい時から、ちっちゃいことしまっ。ね、あ、見た、角がある。か、冷たいの？うん、冷たいのあるけど。見た、潰した。あ、そこはレナとだ。私何作ろう。そうだね、今日何作ろうかな。丸いお豆か。丸いお豆は昨日食べたぞ、いっぱい。冷たいの。じゃあ冷たいのちっちゃいの1個あげるよ。冷たいの。冷たいのかじりたいの。おばあちゃん渡したいのでしょ。お腹壊すよ。このワンの落ちるでしょ。ね。この後水の音をしたの。え？ちゃんとワン落ちないことしたよ。この水ペロッとのけるからさ。ちゃんとワンを使う音みたいだよ。6時の時まで待ってて。ちゃんとやってくるよ。あんたが見てた。
進むところ。もうだってこれさ、60円作るから。いや、作りますよ、ちゃんと。いつも60円やったら。いいから、もうすぐやるかもしたら。飼い主ちゃんと作ったんじゃ、その60円やったら。お休みてたら、タオル乗っけてってあげるよ。どこに？それ寒くなったらでしょ。タオル乗っけてってあげるから。寒くなったらタオル乗っけといてあげる。お前は暑い国の人だからな。ダビタ、ちょっと落としたから。群れがストンとした。いや、あとから貸してないから。ちょっと待ってここにいるから。まだ5時だから待ってて。もうちょっとやるくなるんだよ。知ってた？知ってた。アレクサ。まだ5時だよ。もうすぐやるかくしてね。そう、タオル乗るってね。タオルをちょっと待って。六時が作るか、タオル乗っけてってあげるか。ラビッツもなんか上がってくるから。さてね、お前も大きな声出してからお腹すくんだよ。六時が作るか。作ります、作ります。もしもーし。もしもし。よろしくやってくれるかな。はいはい。ちょっと上に解放ないから。お前はさ、なんか君たちの力の大き、大久保に襲う。航空号機ってお父さん、気をつけよ、最初。何それ、アルマ号？見たと、見たであると、カンプラしかよ。航空号みたい。航空号機の真実をかけて、航空号号。それ何、何を見たの？緊張に来てそう。航空号かかん。そう。お芋食べよう一緒に。ああ、リンゴ買ってきてくれたか。ほんだ、リンゴはコシコシしてあげるから。ジュースにするんでしょ？人参と一緒に。あれもジュースにする方が好きかもね、かじる。あ、首買ってくる忘れちゃう。ジュース忘れてないよ。航空来たよ。航空ボルツ。入れてあげるよ。お野菜の木、コシコシする。うん。首買ってくる忘れちゃう。忘れてません。買ってきました。見たと思うな。でれん。タオルの穴。でれれ。取りに来た。帰るし帰るの。まだ時間が早いから。ちょっと早いな、まだな。もうちょっと待ってて。ロゴジーが作るよ。作るよ。アレクサ、何？俺、落ち着いておけよ。ロゴジーが作るよ。作るよ。わーわーわー言ってるの？お前だよ、わーわー。ちゃんと大きな声出せ。わーわーわー言ってるの？わーわー言ってるのあるのだよ。飼い主そのわーわーわー言わないよ。言ってやるときはさ、うん。うるさいもんか帰ってて。ロゴジーが作るから。まだ5時だよ。何食べる？お野菜をきコシコシする。あら。アレクサ。あれ、なおいな。待ったよ。終わったらご飯作るよ。作るよ。もうちょっとなんか話してるとね。なんだって？落ち着き？見たところはね、カレー。落ち着いて。ごくごい。アルマさん落ち着いて。相変わらずテンションが高いよ、お前は。ね。どっちだ。やだ、こっちだわ。
あれはさ、この人とまだ5時半だよ。あれはと、お店からと、さ、交換向けのさ、何食べようかな。熱いよ。アルマちゃんとジュース作ってあげる今日。洗濯物は、あ、お洗濯やるよ今日は。そうだ、今日お洗濯。買ってもらわせちゃった。あれ洗うものあるんだ。前のそうやってそこで粉まくからね。またお掃除しないとな。アルマの粉がね。見たことそれだ。なんだって？コカゴリのさ。見たと思われるね。みんな何だって？なんか不思議な言葉喋ってる。見たとそこ頑張れと。テレレ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 レもうちょっと待ってて、もうちょっとやるから。大待ち。6時になったら作るからね。あれはそこにおったでしょ。あ、また。
覚えてきたね。見たと思うね。なんか誰かに頼んでこれをフルコーラスにして CD でも発売しますからね。豪華盛り豪華盛りガーボイ。ちょっと待ってね、こっちも。何してる。いい歌じゃないか。ちっちゃい時からさ、もうちょっとこっちも。いい歌じゃないか。今度はかじる歌い。何かじる歌い。あれはどっちゃっこ開いてんの。閉めとき。ちっちゃい時からね。チャックは閉めとき。あれ、くるみ買ってきた。くるみ買ってきたよ。のけたげるよ。トウモロコシ言うで。いや、トウモロコシの季節はもう終わりだろう。プッチパッチした。クルーナ買ってきたからリンゴ買ってきた。うん、買ってきた買ってきた。トウモロコシだって言うで。お野菜これ終わったら作ろうね。茹でるかな。茹でるよ。ご飯作ってたろね。帰ってきたらメロン買ってきてあげる。ご飯の時ね。メロンはいつもある。使うとはバッチかったな。メロンはいつもあるよ。キュウリは好き。痛くしたらスパルト卵焼いて、明日ちょっと行こうね。外を見て一緒に行くから。行く行く。あとクルミか。今日早めにご飯作ろうか。キャベツ入れてあげる。あれだ、あれ使うかと思って欲しかったよ。あれのちっちゃいのナッツがかけてる。よし、ライブローかな。じゃあちょっとおさらあ、もうすぐじゃん。もうすぐもうすぐ。何食べる。何食べようかな。帰るしも俺も食べようかな、一緒に。トウトウモロコシの季節は終わりですよね。いろいろね、季節が変わるからね。ちっちゃく茹でる。お野菜がコシコシする。リンゴはコシコシしてジュースにして。トウトウお野菜お野菜トウパリパリパリ。お野菜も茹でる。栗買ってもらわせちゃった。そんなことないです。栗買ってきました。栗ブドウ。ブドウだけが渋い声。ほら、美味しいよ。ほら、ぶどうアルバム好き。ちっちゃいがナッツが溶けたの。今日は何食べる。何食べるかな。ナッツとか。おやさしもお芋ふかして食べようかな。今日野菜もビューティーコシコシする。今日は卵を入れて、リンゴコシコシしようか。塩つぶする大丈夫。ピスタチオかな。リンゴが。ピスタチオ朝1個食べたでしょ。リンゴ買ってくる。買ってきました。10リンゴコシコシする。うん。あとナッツの皮切って、リンゴコシコシする。するよ。ジュースにするんでしょ。お野菜ギュッと。あれは好きなのね。好きだね。ちょっとミチックしてる、ね、500までよ。そうだ、体重が500まで。500トロ洗ってからだよ。あれもリンゴコシコする。うん、してあげる。してあげるよ。ちょっとトイレ、カラッカラッし。そうだね、こうして。見たと思う、つばんが分かった。コークリカンのは。
口腔が言うわですね。またなんか不思議な言語を喋ってるな。口腔を利用する。口腔を利用するか。オッケー。何が効果の率のセリカ通るからね。効果を利用する。効果を利用する。処理のツボ。効果率。明日ちょっと早めに行ってくるけど。そんなことないよ。明日は俺がいますよ。飼い主は暇人ですからね。あの娘さ。うん。お留守番しててね。夏が溶けてる？ちっちゃい時から乗りやすく？あるのがリンゴ好きだね。好きだね。見た時。うちに初めて来た時食べたのリンゴだからね、あるのはね。あれ見たとどこ？君たとも仲間のと、知り方の。それ何？どこのことか？一緒に割り合うと。皮抜けがあって、君たとも。効果を言います。でもオリジナル言語でもあれだったのか。効果がどっちの不思議な言葉はどこの言葉なの。うち見たとと明日ちょっと前に行ってくるね。そんなことないよ、お家にいるよ。明日ちょっと早めに行ってくるね。そんなことないって、お家にいます。お水とかし、高確率。白いとこも食べる。ちっちゃいよな、つばけてる。あの、リンゴ好きだな。うん。これ終わったらご飯作ろうじゃん。じゃあ早く寝ようかな。あるの昨日また10時まで起きてたでしょ、ね、ちっちゃい時は聞いてる。聞こえてるよ。はい、マウス見たとも見たとも効果の率。またなんか宇宙人みたいなことが喋ってる。見た時は私はねえ、だからピーバーバーで買ってくれるわぜ。バーバーはいろいろ買ってくれるじゃん。マックしてくんないじゃん。来たとかはもまだ時間がないの。もうこれ終わったら作ろうじゃ。わかるよ。お野菜の木でコシコシしようか。どうだね。バーバーが買ってくるわぜ。お野菜を茹でて。トーン。ジョー。プチプチ。プチプチ。パラパラ。じゃあキャベツ入れてあげようか。キャベツあるよ、入れてあげよう。なんだその咳は。顔もらうしないよね。ちょっと待ってて。もういらんことばっか覚えて。お前は見たことがある。何が気に入るかわかんないね、お前はね。ちょっと待ってて。もうちょっと待って。作るよ。はい、ときます。はい、ちょっと待ちます。やれね。いただきます。パッ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 。これを、こっち行って、一応顔を洗わず、こう顔を洗わって、こっち行って。はい、作ろうか、やりたいのか。ね、リンゴ買ってきた。お野菜を茹でたから、うん、お野菜をコシコシしようか、うん、リンゴがコシコシする、うん、ジュースにするよ。
買ってから忘れちゃった。そんなことないって、買ってきたって。ちょっと開けます。ね、親玉が焼くから貧乏コシコシする。ずっとトウモロコシ買ってきた。トウモロコシの季節あんのかい。お洗濯物が、うん、ピテ休みしてね。今日洗濯するよ。洗剤買ってきたしね。あ、お稽古しますか。なんだ、ナッツかかった。ナッツもあるよ。ちっちゃいかかって入れてあげる。飼い主ご食べる。食べるよ、飼い主だとご飯食べるよ。でも野菜ご急でコシコシする。するよ。バーベキュー買ってきた。パラパラパラ。明日お野菜のね、くるみとことキャベツ入れてあげようか。キャベツ入れてあげるよ。かじるか。白いとこがいいのか、緑のとこがいいのか。ピスタチオ、ピスタチオは下げたよ、カインジちゃんとね。1個ね、くるみ買ってこようか。買ってきたよ。キャベツ入れてあげるの。入れてあげるよ。トウモロコシかた。トウモロコシの季節は終わりましたよ。ちっちゃいナッツがかけてる。うん。トウモロコシバーン。イエーイ。パラパパパン。パパパ。早めにご飯作ろうか。じゃあこれ終わったら作るよ。栗買ってくる。買ってきた。ちゃんと買っていくぞ。キャベツを入れてあげます。キャベツをね。キャベツ好きなの？キャベツ好きなの？あるの？お野菜を切って少しようか。あれが栗買ってくる。買ってきたっけ？キュウリが笑ってるじゃん。あれがあといっぱい買った。お腹にチュッとしてる時500まで500まで500まで。お腹ちょっとミチッとしてるって言われたよね。聞こえてる？聞こえてるよ。なんか買ってくるけどね。買ってきたよ。見たつもなんか買ってきたもん。買ってきた。ねえ、懐かしいに行くときはさ、あんぐらいした。今度またね、先生のとこ行くときはね。明日もね、かごわが行ってくるけどね。体重測ってもらおうね。一緒に行くから。一緒に行くよ。バス乗って。一緒に行く日だからね。うん。お留守番の世界にある。でも何つかけてるの。俺もリンゴ好きだね。好きだよ。外を見て、うん、一緒に行くよ。一緒に行くから来たから。スト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 。一網打尽じゃ。あ、あれは好き好き。俺をべ。ここ持ってみた。見たとの感じだ。なんだって？見たつとしたら。これ作りに行こうか。うん。ケタブリアへ。あ、ナッツか。もうすぐ終わるからじゃあ、ナッツき。ちょっと待ってます。ちょっと待ってます。トーン、トーン、プチッ、プチッってやってもらう。シッパシッ。あれ、箱。俺、ヤッホー。終わったで。なんか出したこっちの方がいい。よし、来るか。まだ降りてたら、待ってて。あれ、近いおつまでできるかな。なんだって。もうちょっと待ってて、ます。行きます。行きます。じゃあこれ片付けたらご飯を作ろうか。ちゃ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 
お皿を洗ってトイレ、あトイレ先行こうか、ご飯取ろう、取りよう、ご飯のご飯を吸ってるぞ、洗濯もして、先ご飯取ろう、するよ、あ、あれの前にお皿を洗います、なんかこぼしてるぞ、なんだって、なんかこぼした、何か、なんかこぼした、まあ分かってくれよ、リンゴがコシコシする、なんか怒ってんだよな、それ何かが怒ってる、今日何食べる、なんか怒ってる、栗買ってくる、なんでなんかいろんなものが落ちてるんだ、飼い主はそこ片付けといた、なんか落ちてるんだ、なんか落ちてるんだけど、飼い主ちゃんとあそこに置いといたよね、置いといたんだろうな、飼い主は、おかしいね、どうして怒ってるんだろう、これはいらない、なんで散らかってるんだろうね、飼い主はちゃんと上に置いといたんだよ、なんで落ちてるんでしょう、なんで落ちてるんでしょう、飼い主は甚だ不思議で仕方がないんですけどね、ちゃんと置いといたんだけどね、ちゃんと落ちてるんでしょ、なんで落ちてるんでしょう、なんでだと思いますか、飼い主はちゃんとあそこに片付けておいたよね、何て言うんだろうか、だね、ちゃんと置いといたんだけどな、なんで落ちてるか、なんで落ちてるんだろうね、なんで落ちてる、なんかいろいろなものがね、日々落ちてるんですよ、どういうわけか、飼い主はちゃんと片付けといたんだけど、見てみたところあるね、なんかおかしいね、どういうことだろうか、なんで落ちてるんだろうか、なぜでしょう、スリッパはない。